ムーンパイ、ムーンパイ、ムーンパイ、または、モーンピエは、アメリカ合衆国の2枚の丸い、グラハムクラッカークッキーの間にマシュマロを挟み、周りをコーティングした人気菓子。しばしば、アメリカ合衆国南部の代表的食品として、伝統的に、RC コーラとセットで考えられている。現在、ムーンパイは、テネシー州チャタヌーガのチャタヌーガベーカリーで製造されている。 伝統的なパイは直径約4インチ10センチメートルである。縮小版ミニムーンパイはその約半分で、ダブルイコールデッカームーンパイは3枚のクッキーの間にマシュマロが挟まれている。コーティングにはチョコレート、バニラ、ストロベリー、バナナの4種類がある。ダブルイコールデッカームーンパイはその他にレモンとオレンジがある。ムーンパイクランチは ピーナッツバターとミントしかない。ムーンパイは1917年からチャタヌーガベーカリーで製造されている。R. ミッチェル・ジュニアはケンタッキー州の炭鉱労働者にどのような菓子を食べたいか聞いた際、グラハム・クラカート、マシュマロとチョコレートでコーティングされた何かという答えがあったことから、ムーンパイのアイデアが思い浮かんだことを父親に話した。父が炭鉱労働者に 大きさを通ったところ、この炭鉱労働者は夜空を見上げて、満月を手で囲った。R.C. コーラと共に食されるようになった、正確な時期や理由は明らかではないが、安価な割に大きく、労働者の昼食として、セットで考えられるようになった。この、セットの人気は1950年代のビルリスターの、ポピュラーソング、銀名アン R.C. コーラエームーンパイ。 R.C. コーラとムーンパイ遅れでも歌われている。1973年、N.R.B.Q. のややヒットした曲、アン・ R.C. コーラ &A. ムーンパイ、R.C. コーラとムーンパイが発表された。2008年12月31日大晦日、アラバマ州モービルで12フィート、3.7メートルの、ムーンパイ型のライトがカウントダウンに登場した。 バナナ色のムーンパイ型のライトがクレームにより200フィート6メートルの高さに吊り上げられた。また新年を祝し55パウンド25キログラム45000カロリーの世界最大のムーンパイが焼かれた。毎年テネシー州ベルバックルで RC& ムーンパイフェスティバルがアラバマ州ベセマーでムーンパイハイアグイ大会が開催されている。 2010年10月16日、ミズーリ州カルサースビルで行われた早食い大会で、黒い未亡人として知られるソーニャ・トーマスが8分間で38個のムーンパイを完食した。2012年5月、テネシー州ニューポートで第一回ムーンパイフェスティバルが開催された。1956年、アラバマ州モービルで開催された、マルディグラのフロート車からクルーが、 観客に向けて、ムーンパイを投げる伝統ができた。その後ミシシッピ州メキシコ湾でも、同様のイベントが行われる。ムーンパイ投げの最盛端は、ルイジアナ州、スライデルで、ザ・クルー・オブ・モナ・リースムーンパイによるパレードで行われ。また、アラバマ州、オニオンタではウォルマーと従業員、ジョン・ラブが誤って大量に入荷した際、早食いコンテストを開催したことから、現在も、 毎年行われている。この逸話は、ウォルマート創業者、サム・ウォルトンの自伝、メイドインアメリカに記されている。ムーンパイは低脂肪だが、糖分型のマシュマロが含まれている。チョコレートでコーティングされた、ミニムーンパイ、2004年より、の栄養素含有量は、総重量 57g、ニオンスの中に226カロリー、飽和脂肪酸 3.5g。 炭水化物 40g、タンパク質 4g、鉄分5%が含まれている。チョコレートミニムーンパイの栄養成分は通常のムーンパイの約65%である。材料はナイアシン、還元鉄、硝酸チアミン、リボフラビン、溶酸を含めた小麦粉、コーンシロップ、砂糖、ショートニング、水素添加応募及び、または麺実油及び、または ココナッツオイル及び、まは、パーム核油及び、または、パーム油を含む、大豆粉、ココアパウダー、アルカリ処理、ココア、コーシャーゼラチン、重曹、レシチン、塩、香料、アリューサンナトリウム。オリジナルのムーンパイの栄養成分表、ミニムーンパイの栄養成分表、栄養成分のデータは、チョコレートムーンパイ、または、チョコレートミニムーンパイのものであり、 バナナ、バニラ、ストロベリー、オレンジなど他の味では栄養成分が違う場合もある。アメリカ合衆国北部には類似のスクーターパイ、一枚のクラッカーの上にマシュマロを乗せてチョコレートでコーティングしたマロマーズがある。マッキーフーズのリトルデビーもムーンパイに似たマシュマロパイを製造している。イギリス、オーストラリア、カナダにはワゴンホイール、日本には エンゼルパイがある。いくつかの韓国の企業がチョコパイを製造し、メキシコでは、シャガ、マムーとシャのペーストリー部門マリナラが6個を販売している。トルコではハレイが販売されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。